ウードフォン・ボイルシュード、グスタフ・ビルヘルム・エゴンフォン・ボイルシュは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将及び、警察大将。ドイツ帝国プロイセン王国領だったシュバノビッツの、出身。私立学校を出た後、ベルリンのリヒター・フェルデ士官学校へ入学。第一次世界大戦には、将位として従軍。兵坦部隊や機関銃部隊。 騎兵部隊などを指揮した。敗戦までに注意に昇進し、一級鉄十字章及び二級鉄十字章を除訓している。ドイツ敗戦後には、シレジアの国境部隊に配属されていたが、1920年10月に除隊した。1923年に、父が死に一族の土地を継承して、その管理に当たった。1929年10月1日に、ナチ党に入党。 1930年6月10日新衛隊に参加。1934年の長いナイフの夜の際には、ライバルだった新衛隊員エミール・ゼンバッハを殺害させた。1935年1月1日から新衛隊大将に昇進した。1935年1月から1940年4月にかけてハインリヒヒムラーの個人幕僚の立場であった。 ポーランド侵攻後の1939年9月から10月にかけてポーランド領になっていた西プロイセンでアインザッツグルッペンの指揮官として自らの名を冠した部隊本ボイルシュの指揮を取りユダヤ系住民や反独ポーランド人の銃殺活動を行った1940年4月から1944年2月までエルベ親衛隊及び警察高級指導者を務めた この後、敗戦まで再び、ヒムラーの個人爆僚に戻る。1945年イギリス軍の捕虜となった。1948年に、懲役20年の刑を受けたが、1952年には、釈放された。1957年に長いナイフの夜の件で再度、裁判にかけられたが、1960年には、釈放された。ありがとうございます。